真剣に取り組める神聖な環境を作る。皆さんこんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ、3000万円自己投資する人生学校がお届けします。今回は村松大輔さんの時間と空間を操る量子学的習慣術です。早速目次からいきましょう。なぜ振動数を上げると思考が現実化するのか。量子学的時間の流れを加速させて成果を上げる方法、究極の参戦。量子学的環境を変えて頑張らずに能力を最大化させる方法、究極の参戦。量子、つまり目には見えないミクロな世界について、日常でどのように量子力学を活かせばよいかが具体的にわかります。それでは本題いきましょう。なぜ振動数を上げると思考が現実化するのか。最大のポイントはゼロポイントフィールド。結論から言うと、振動数を上げるとゼロポイントフィールドにつながるからです。ゼロポイントフィールドとはエネルギーの場なんです。そしてゼロポイントフィールドは宇宙すべて無限大に広がっているものです。私たちの体自体も量子的にはスカスカで、そもそもゼロポイントフィールドの中の一部なんです。そしてゼロポイントフィールドはすべての物質の源なんですね。私たちの体の細胞の中には原子があって、そこからバイオフォトンというかすかな光が放出されています。このフォトン、つまり光の素粒子が私たちの意識なんです。感情も同じです。つまり意識も感情も肉眼では見えませんが、ミクロの世界ではかすかな光が放出されているんです。あなたが嬉しい時は嬉しい光が飛び交います。不安だと思うと不安な光が飛び交います。つまりあなたが発した光は物質や事象に確実に影響を与えているんです。振動数が高い状態とは、1、集中度が高いとき。集中力が高いと振動数が高く、エネルギーが高い状態です。振動数が高いとは、1秒間に出る波の数が多いんですね。こんな感じでたくさん波打っている状態です。すると多くの情報を処理することができます。めちゃめちゃ集中しているときは動きがスローモーションに見えたりするというのも、振動数が高くエネルギーが高い状態で時間の流れが変わるからなんですね。2、ポジティブな感情のとき。ポジティブな感情のときも振動数が高くなります。例えば嬉しい時のフォトンは5万ヘルツ、悔しい時のフォトンは500ヘルツというように、ポジティブな感情の方が振動数は高くなるんです。ネガティブな周波数からはネガティブな物質化が起こって、ポジティブな周波数からはポジティブな物質化が起こるんですね。もしあなたが1万粒のポジティブなフォトンと100粒のネガティブなフォトンを出していたとしたら、ポジティブの方がより実現しやすくなります。逆も同じです。この粒の量はどれだけ長時間思っていたか、どれだけ強く思っていたかで変わってきます。フォトンは光の粒ですので、そのまま物質になるわけではないのですが、電子の状態を変えます。電子はあちこちに同時に存在するという不確かで不思議な存在なのですが、人間が意識をするとフォトン、つまり光の粒が照射された状態になるんです。すると不確かだった電子が確かな存在に瞬時に変わるんですね。そうすることで物質化現象が起こるというのです。まとめると、集中力が高くポジティブな感情でいると振動数が高くなり、エネルギーが高くなって、それを強く、しかも長い時間続けていると物質化する。つまり思考が現実化するのです。量子学的時間の流れを加速させて成果を上げる方法、究極の参戦。人間は同じ1時間を3時間にも5時間にもすることができるんです。どうすればいいかというと、1つ目、脳のバージョンアップ。究極のバージョンアップ状態は神ってるレベルです。この神ってるレベルはゼロポイントフィールドからアイデアを取り入れることができる状態です。宇宙全体から情報を取り入れるイメージです。自分では考えもしなかったようなひらめきなどを自由にダウンロードできる状態なんですね。かのモーツァルトは言いました。私が書いたのではない。向こうから聞こえてくる曲をただ書き写しているだけだ。京セラ創業者の稲盛和夫さんは言いました。この宇宙には知恵の蔵、真理の蔵というものがあって、純粋な情熱を傾けて一心不乱に取り組む、その真摯な努力に対して神様は知恵の蔵の扉を開き、一筋の光明が差すように困難や障害を克服するヒントを授けてくれる。まさにこれが脳とゼロポイントフィールドがつながった状態というわけです。二つ目、嬉しい、楽しい、ワクワク。ではどうやったらこのゼロポイントフィールドとつながれるのかというと、嬉しい、楽しい、ワクワク、達
高い集中状態、自分を生かすがポイントなんです。次で少し詳しくお伝えします。3つ目、自分が得意なこと、好きなことからやる。大好きなことや得意なことをやっているときはフォトンが集中的に出て振動数が高くなります。さらにあなたがいる場所を密度の濃い空間にすることができるんです。脳にはラスという官能のフィルターがあります。これは好きなことや必要なものだけを吸収して、逆に嫌いだったり不要なものはシャットアウトして大脳に届けないというシステムです。だからこそ嬉しい、楽しい、大好き、高い集中状態、自分を生かす、つまり自分を認めている状態が何より大事なんです。量子学的環境を変えて頑張らずに能力を最大化させる方法、究極の参戦。一つ目、密度の濃い空間にシフトする。密度の濃い空間とは振動数の高い空間のことですね。つまりエネルギーの高い空間です。どうしたらこのエネルギーの高い濃い空間にできるか4つお伝えすると、音楽、植物、祈り、感謝です。あなたの心が落ち着く音楽、例えばモーツァルトなどを流して、近くに観葉植物を置き、私は私を生きます、最高の自分を発揮しますなどと振動数を上げる祈りをして、その空間にある道具や人に感謝するのですね。神社や森の中のような神聖な空間を自分自身が作ってしまえたら最高というわけです。図書館の自習室など、多くの人が集中フォトンが飛び交っている空間で作業して、集中力を自分に伝染させるというのもおすすめです。二つ目、時間を何倍にも濃くする方法。楽しい時間は早く過ぎます、辛い時間は長く感じます。例えばサッカーをするのが好きな人は試合をしている45分という時間が短く感じるでしょう。ですが学校での勉強が苦手な人にとっては授業の45分が長く感じます。これは同じ45分でもサッカーが好きな人はボールをあっちへ蹴った、仲間が今そこにいるなど集中していると認識している数が多くなります。この認識している数の違いが時間の濃さを変えてしまうのですね。頭が高速回転しているような状態に近いのかもしれません。脳には1秒2秒といういわゆる時間的な機能はなくて、認識した量を時間としてカウントしてるんですね。集中すると認識した量は増えます。すると時間は早く進むのです。3つ目、エネルギーを最大化するためのメンタル強化方法、自分褒め日記。エネルギーを最大化するにはとにかく自分の振動数を高めること、そのためには自分を認めて褒めてあげることが大事です。毎日自分褒め日記を書くという方法がおすすめされています。自分の良いところや頑張ったことを日記に書くのですね。何事も意識を集中してやるときは真剣にやる。これまでに説明してきたように、量子学的には集中しているということはとても大事です。中でも真剣に意識を集中してやると、例えば同じ剣道の素振りでも出ているフォトンの数が全く変わってくるのですね。真剣に集中してやることで、あなた自身から光の粒子が放出されて、周りの空間自体も振動数の高い空間に変わっていきます。同じ意識が飛び交う環境に身を置く。この自分という体は肉眼では見えないミクロの世界では周りにも影響を与えていると同時に、周りからの影響も確実に受けているんです。だからこそ目指しているものが同じ意識が飛び交う環境に身を置くというのがとても大事なんですね。そして量子学的に最終的に最強なのは愛、感謝の振動数と言います。これが最も時間、空間ともに濃くなって目標が達成されやすくなるというわけです。おまけです。疲れる前に休憩を取る、これあくまで人生学校的にですが、疲れる前に意識的に休憩を取ることで集中力を途切れさせずにたくさんのフォトンを放出することにつながると感じました。努力しすぎるとか頑張りすぎるとかはやめてしまって、常に疲れない状態にしておくと集中して楽しくて仕方のない状態になるはずです。過去動画の神時間術の樺沢先生も同じようなスタイルでした。そして目の前のことに一つ一つ真剣に集中して取り組めるように、疲れる前に休憩を取るというのはとても大事な気がしますね。おまけ2です。
量子学的に素直な人とは、行動に移すスピードが速い人。何か情報を知って、なるほどと感じたとき、量子学的にはあなたのフォトンの波とあなたの周りの波が共振を起こしています。その瞬間が最も現象が動くときなんですね。このとき振動数、そしてエネルギーが高くなっています。だからこそこの波が動いているうちにすぐ行動を起こせば、次の波を引き起こすことができます。いいことを聞いたらすぐ行動する。めっちゃ大事です。おまけ3です。エジソンの言葉を紹介します。私が成功したのは研究室に時計がなかったからだ。あなたにとってあっという間に時間が過ぎてしまうと感じることは何ですか？公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、成功するために必要な本のまとめなど有益な情報と感じるものだけを厳選して10分程度でできる限りわかりやすく約1週間に1本配信しています。来週も楽しみにお待ちくださいね。興味のある場合はチャンネル登録しておけると見逃さずに済みますよ。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合は一度クリックしてみてくださいね。今回の時間と空間を操る量子学的習慣術、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは振動数を上げることで思考を現実化することが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。